おはようございます。釣り子 TV です。巷で話題の100円のフロッグっていうことでね、こんな感じのフロッグを2つ手に入れましたよ。100円っていうことでね、まあ、ここにも書いてあるんですけども、ダイソーですね、あの100均のダイソー、そこからまあいろいろなルアーが出ているんですけども、結構ねどれもねよく釣れちゃうって話題なんですが、今回ねこんなねフロッグね入手したので、早速見ていきたいと思います。まずねこんな感じのパッケージに入っていて、で色が2色あってですね、イエローヘッドとレッドヘッドっていうことで、まあ、このイエローヘッドなんかね、なんつうかあの昔のシマノのねハイスピードスコーピオンとかね、あんな感じの色合いで、まあズイルなんかでもな、派手頭なんてカラーであったりしたねカラーパターンですけども、なかなかいい感じじゃないですか。で目がねきっと赤いんですよ。そんでもって、あとねレッドヘッド、あこれもなんかこのグラデーションのところとかね、なんかすごいいい感じだなと思うんですけども、毎度おなじみよく釣れる釣り具シリーズってことで、根がかりしないトップウォーターフロッグ、重さ約 13g だよっていうことでですね、で釣れる魚ブラックバス、ライギョなどっていう風に書いてありますね。で裏の方を見ていくと、使用方法が書いてあって、ですね、道糸にフロッグを結びます。推奨ラインは PE ライン、沈まないライン、なおかつ強度あり、ね。周りに注意しながらルアーを投げ入れます。魚がかかったらルアーを上げます。浮力が損なわれないため、使用中にルアーの内部に水が溜まってきた場合は、その都度押し出してください。なんていうようなことが裏にはこう書いてありますね。じゃあね早速開けていきたいと思います。おー、あ、ちゃんとしてますよ結構。ああねえ、このね押した感じって、これね触ってみないとわからないと思うんですけども、まあまあ針はあるんですが、でもね釣れちゃいそうな感じですね。こう針はね結構細めかな。だからこれでちょっとライギョ狙うってなると、もうちょっとでんごつい針に変えたりした方がいいのかなと思うんですけど、どちらかっていうとブラックバス狙いなんかにはねもうそのまんまいけちゃいそうだななんていう感触がありますが、こっちの黄色もちょっと見てみますね。一緒ですね。気持ち、あの結構この被膜によって個体差があるんで、今手でこう触ってる感じだと若干このレッドヘッドのね個体の方が少し柔らかいのかななんていう風に感じますけども、後ろの方を見ていくと、こう重りはもうこれに一体成形みたいなこうついてますね。ここにねボタンみたいな感じでついていて、であのね大概フロッグってチューニングして使うような作りなんですけども、あこっから結構水が入っちゃったりとかあると思うんで、まあちょっとねあの接着剤みたいなのでここをね水が入らないように止めてとかね、こういう感じでその穴の部分が非常に小さくね作られているんで、あのダイソーで買ってそのまんまね釣り場に持って行っても使えちゃうんじゃないかなっていうね、そんな印象がありますね。まあ、こことかこことか、なんだろう、水が侵入しないように止めて、でもね、空気は抜けないといけないから、ここに針でこうね空気用の穴開けてっていうね、そういう、まあ、基本的なチューニングがあると思うんですが、結構吊るしの状態でもうすぐに使えちゃいそうだななんていうね、そんな感じですね。でそうですね、中見ていきましょうかね、どんな感じか。はい、まあこんな感じで簡単に取れるのがねフロッグの特徴。まあこれによってチューニングしたりするわけなんですけども、中身はねこんな感じ。結構あれなんかね、最近あのダイソーのルアーとかいろいろ買っ
ていて、なんか針がねすげえいいのがついてるんですよね。この前のメタルバイブもそうだったんですけど、ちょっとねこれすんごい鋭さで、あ針だけは交換しないとななんて思っちゃいがちだったんですけど、最近のダイソールアーってなんかねそのまんまいけちゃうよなっていう。でこんな感じの針がついてまして、まあフッ素加工とかはもちろんしてないんですけども、針の太さで言ったらちょっとライギョだと弱いのかなっていうそんな印象ですかね。でもブラックバスだったらもうバッチリじゃないかなって。このすごい懐が広くなっているんで、こう潰してフッキングするわけですが、こんだけゲームがあったらねこう刺さりもいいんじゃないかなと。こんぐらいクリアランスが開くんですけども、まあ贅沢を言えばここに重り硬いものがある分、まあ薄い重りなんですけど、これがなければもうちょっとへこむのかな、クリアランスができるのかななんていう風に見えますが、まあまあまあ結構ねどうだろう、いい針がついているんじゃないかな。であとはもし改造するとしたら、これステンレスでこういうシンプルなねアイが入ってますけど、まあここら辺をね力でこじ開けられないように溶接したりとか、まあ糸巻いたりとかいろいろあると思うんですけども、結構ねベースの針はしっかりしてます。まあ例えばですけど、ライギョとかで使うんだったらこういうねあのライギョ用とかでね出ている結構しっかりとした針ね、これは、デッドスティッキング3クレンチって書いてありますけど、バレーヒルとかから出ているですねこういう針ね、まあ、若干太くなっていかちくなってっていうね、こういう針に乗せ替えたりして、で藍の長さ調整してねやったりすると思うんですけどもね、こんな感じで藍の位置とか調整して雷魚用の針に変えてみたりとか、はたまたブラックバス用だとあのフッキングを良くするためにシングルフックで、これやっぱりね2つフックがあるから、この2つの太い針を駆け抜くっていうとね、相当強いタックルがいたりするんですけども、まあシングルフックで準備して、でねシングルフック仕様にして、でまあブレードつけたりしてね、そんなチューニングとか、いろいろ考えられると思いますが、あとねちょっと重さの方も測っておきたいと思いますね。13g っていう表記だったんですけども、はい、ダイソーの100円フロッグね、これは重さ何グラムでしょうか。はい、フロッグね 12.3g って出ましたね。あとはあの飛距離を増やすために、まあ、この重りはついてるんですけど、こうやってね抜いた状態でギリギリこう沈まなくて使いやすい重りをつけたり、で重りをつけることによってその浮き姿勢ね、まああと前につける後ろにつけるとかもあると思うんですけども、ちょっと立ち気味にしたりね、はたまた水平浮きに近くしたりね、いろいろチューニングして遊べるっていうのがフロッグのいいところじゃないかな。で投げるところですけど、ブラックバスで考えたらもうこのスナッグレス性能ですから、この形もねシンプルでね結構まあいいなぁなんて思うんですけども、まあ自分なんかだとあの暴走リザーバーとかだと、とにかくこのスナッグレス性能を生かしてちょっと太めの PE ラインをつけて、スキッピングでこう岸際のカバーの奥の奥ですよね、やっぱりちょっと雨なんかが降ってる時の方がバイトが出やすいな、カエルがゲコゲコね鳴き声がするような時、うん、本当に聞いたりするので、まあそんな状況の時ね、でもカバーの奥ね結構釣れたりしますので、雨が降っていてさらにカバー奥にズババババッと入れてなんていう使い方なんか、まずはいいんじゃないかななんて思います。あとはどんどんねそのチューニングしていろいろ自分の好きなところにね、投げていければなんていう感じだと思うんですけど、例えばまあこれが100円なんですけども、通常のフロックね先日紹介したのだと
これね、モンスターキスのバトラクスとかね、こういうのとじゃあもうね、あ、そうですね、まあ1000円ぐらいだとして100円ぐらいだとしてだいぶ値段の差があるなぁなんていうとこなんですけど、全部が全部これがいいってわけじゃないと思うんですね。やっぱりね、この素材のプニプニ感、この押しつぶされてのクリアランスの出方とかも含めて、やっぱ専用で釣りメーカーがもうガチで作ってるやつはやっぱりね、この重りができるだけね、このクリアランスに干渉しないように専用のチューニングパーツつけてくれていたりとか、あとこれ針がフッ素加工であったりとかね、そんな感じでやっぱりちゃんとしたものはまあちゃんとしたものっていう感じでね、それぞれの特徴があるのかと思うんですけども、はい、まあなんとなくちょっとねフロッグやってみようかななんていう人はどうですかね。まずこれでもう全然いけちゃうんじゃないかななんていうふうに思いますね。でどんどんハマってきたらいろいろ、まあこれねバトラクスの専用のやつですけど、まあ例えばこういう結構ね、やっぱ高いのは高いなりにいろいろ、もうこれなんかはね、あの専用のもう他のメーカーの針、他のメーカーのこう重りなんかね最初からつけてきてくれていて、まあこれ高くなるわなっていう感じなんですけども、まあこういうのをね、あの自分でいろいろねフロッグ、まあライギョとかに強い釣り具屋さんだったらいろいろ置いてあったりするので、まあここら辺のやつを入れて、ちょっとね愛は出ていないですけども、まあこういう感じで、まあこの場合はここの後ろの重りなんか取り外してもいいんじゃないかななんていう感じで、ね、こういう感じね、に自分好みに仕上げていったりとか、ね、いろいろ改造遊びできると思いますので、まあね、もしダイソーで売っていたらどんな感じかななんて、まあ100円なんで失敗してもね、100円なんで、いろいろと改造して遊ぶベースとしてはベストな値段設定じゃないかな。はい。まあそこら辺のね改造の仕方なんか結構ね、知り合いにその雷魚とか、あとはねそのフロッグの改造とかに詳しい先輩とかいっぱいいるので、そういったところでどういう感じでやったらいいですかねなんて聞きながら、いろいろね改造もしていきたいと思います。まずはね今日ね、買うことができたので、どんな感じかなっていう感じでね、開封してみたんですけども、まあ、この吊るしの状態でもそのまま使えちゃいそうなんで、まずはこの状態で使ってみつつ、まあね、いろいろと針やら重りやらそういうところも含めて改造してなんていう遊び方もね、今後していきたいななんていうふうに思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ダイソーのですねよく釣れる釣り具シリーズ、新たな刺客、フロッグね、これをね買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。